10月、区内でも下町風情が色濃く残るこの東向島で一風変わった同窓会が行われました。同窓会を行うのは第一寺島小学校、通称一寺小の同窓生。一寺小は昨年創立140周年を迎えた歴史ある小学校で、この同窓会もなんと151回目。ここの同窓会が変わっているのは、学年でやる同窓会ではなく、地域、学校、卒業生たちが協力し作り上げている学校全体の同窓会なんです。午前の部は今年コロナの影響でお別れ会ができなかった6年生のために設けられた未成年の部。プログラムは中学生幹事たちの手で作られました。中学生ならではのプログラムで学校全体を使って繰り広げられます。幹事にプログラムを作るにあたって注意した点を聞いてみました。みんなが楽しめるようなプログラムを考えようって思って、そこで考えたんですけど、時間とかの用意するものとか学校から大丈夫かみたいな、そういうのがいろいろあって大変でした。久しぶりに仲間たちと過ごした初めての同窓会、団結力が確かめられた時間でした。午後、青年の部が始まりました。長い歴史がある一寺同窓会では様々な方が参加します。同窓会はね、第3回からずっと欠席なし、くぶくぎ出席しております。これは皆様の先輩、後輩、先生方、お世話になっている方問わず元気な顔を一目見る、さあそれだけでございますね。中にはこんな方も。祖母の孫が12人いるんですけど、その12人全員一緒に通っていました。コロナの影響や遠方よりどうしても出席できない方に、今回リモートによる参加という新しい取り組みも行われました。そして青年の部でのメインイベント、当時6年生だった卒業生が20歳の自分に向けて記念品やメッセージを残し、今日それを開けるというもの。さてどんなものが。これバッティンググローブです。バッティンググローブ、ちっちゃい頃野球やってて。それぞれの当時の自分を懐かしみ、思わず笑みがこぼれます。泣きそうだね。楽しみにしている姿を見ると、やはりこれは同窓会ならではなものだなということを。先輩を慕い、後輩や仲間を思う気持ち、一寺同窓会はみんなの思いで新たな歴史を作り続けていきます。ちょっとよろしくお願いします。